どっか隠れないと。今度こそ死ぬ。もう一旦隠れるしかねえ。やばい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 。神様、仏様、女神様、どうかの御代さんを追っ払ってください。富士くん、出ておいで。怖くないよ。お返事して。え、誰かいるの？気のせいだよな。富士くん、隠れてるのは分かってるんだよ。ちっ、ここにもいない。そっちの衣装部屋か？あの野郎、こういう勘ばっか鋭いの何なんだよ。神様、仏様、女神様、神様、仏様、女神様。こんな時に通話？誰？もしもし？今忙しいんですけど。なんだって？脱走した？それ、超 BT じゃん。ボーナスタイムだよ。それくらい説明しなくてもわかるだろう。うん、いいね。俺に任せて。必ず学園より先に見つけてあげる。よかった。やっと言ってくれた。もう、俺、暗いとこ苦手なんだからさ。あっ！あっ、ギャー！化け物！で、女の子？まさか、女神様が本当に？あ、なんだ、それ被り物か。もう、脅かさないでよ。何何、君、こんなとこでどうしたの？制服着てないってことは、新入生？あ、もしかして迷子？困ってるなら、俺が手伝おうか。あ、ごめんね。俺、慣れ慣れしかったよね。
君、もしかして。いや、落ち着けカイドウ。女の子は告白されたい派 93% ってメンズアンアに書いてあったはず。それ以上はまだ言わないで。俺はフロストハイム2年の藤カイト。君の名前は？ん？あれ？そっかそっか。よろしく。俺のことはカイトでいいよ。俺、困ってる人のことを放っておけないタイプっていうか、この学園のことを結構詳しいし、君さえよければ俺が案内するよ。で、出口？なんで？ああ、ごめん。なんでもない。あぶねえ。初対面で詮索しちゃダメとも書いてあったんだ。大丈夫大丈夫。そんなことより、その布ベールだっけ、なんでずっとかぶってるのかな、なんて。実は俺も似たようなもん持ってるからさ。あ、これも詮索か。なんか変なこと聞いちゃってごめんね。デリカシーない男って思われたよね。俺のバカ、マジ気をつけよう。あれ？いつもならこの辺り人がいっぱい通ってるんだけどな。なんかあったのか？ DA チャンネル見ればわかるか。でも電源入れちゃうと多分あいつから鬼電来るしな。あ、俺そういえば今ちょっと事情があってさ、出口までその遠回りというか少し慎重に進みたいんだけど、やっぱり俺の女神様だ。
大丈夫。運命は本当にあるってばあちゃんが言ってた。俺、君を守るためにこの世界に生まれてきたのかもしれない。誰もいないみたい。あ、どうしたの？何かが私の足にくっついてて。脅かすのやめてよ。なんだ影鬼かよ。たく紛らわしいな。でもよかった、やべえやつじゃなくて。鬼？ああ、大丈夫だよ。じゃなくてもう大丈夫だよ、君には俺がついているから。はい。これ影に見えるけどさ、たまに地面から出てきて通行人にちょっかい出すんよね。ああ、でも心配しないで、今交渉するから。マジ今日購買言っといてよかったわ。この粒は何ですか？チョコスプレー、菓子作るときに使うやつちょっと可愛いかも。よし、交渉成功。こう見えてこいつら甘党なの、ウケない？通行の邪魔してくんのは勘弁してほしいけど、甘いものやっとけばおとなしくなるからさ。そうなんですね、ありがとうございます。礼には及ばないぜ、だってこれは運命だから。俺は君のナイトだから。後で俺の秘密の仕事部屋においで。
その命よこせ。そこだ。ふん、いい素材だ。どうですか。いい作りです。後で俺の秘密の仕事部屋